は天才的なパフェを作ります。これは僕の未来です。このパフェを出せるお店を持つことが僕の夢です。今まで僕はお父さんから、お前はしょうもない、お前の考えはみんなもっと考えてると言われて、自分を人に出すのが苦手になりました。人から君には価値がないと言われ、呪いの言葉をかけられて、ゲロを吐きながら、今できること、目の前のことをひたすらに必死に今を生きています。それは僕に居場所を見出してくれる人と会いたいからです。自分のような水色の部屋で一人泣いていた自分自身と、自分のような人を救済したい。そのためならどんな今でも無理しても生きたいです。環境と居場所の選択肢を人に与えられるような強い人間になりたいです。そして僕は早く僕の世界に逃げたいです。